はしたことありますか？それに至った経緯と味と匂いを具体的に教えてください。普段は基本しないんですけど、その時、何ですかね、興味が湧いたんですよね。で、あと基本が、そのやっぱり私が付き合った男性とかは、やっぱり男性的な中でしたいのかな、フィニッシュを迎えたいっていうのもあると思うんですけど、そんなに私も興味がなかったので、ごっくんに対してしてこなかったんですけど、たまたま興味が湧いて、で、その時何回かその日一日してたので、きっとそんなに濃い味ではないんじゃないかな、淡白なんじゃないかなっていう期待も込めて、お口でね、した時に、出してもらったんです。で、出してもらって、ごくんしたら、やっぱり、その日も何回か出しているので、その方は淡白でした。なんかもっと2倍とかっていう表現とかされてることあると思うんですけど、苦くはなかったんですよね、私的には。苦くもなくって、薄め？プルプルしてる感じ。プルプルしてる感じで、本当にタンパク質を食べてる感じ。で、いけるって思いました。悪くはない。っていう感じ。で、匂いもね、そんななくって、本当に性交渉した時も、部屋の匂い、みたいな感じで、臭くはなかったです。清潔な精神だったのかな、わかるんだけど。その時は、大丈夫でした。匂いとか味も、匂いも薄めで、味も薄めで、上手にごっくんできました。